こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。原因がゼロになってました。原因ゼロ。どうしてそういうことするの？あ、昨日の別な生放送で原因がゼロになってた。どうして原因をゼロにするの？フェーダーをゼロにすればいいじゃないですか。原因ゼラーっていう。それは何ですか？ドイツのドイツの偉い教授が。ゲインゼラーってゲインゼロ政策をマジか実行してるんで、じゃあしょうがないな、はい、納得しちゃった。大変ですよ、ドイツの偉い教授なんで。偉いんだな、うん、ノーベル賞5、6個取ってんだな。取ってますね、きっとね。ノーベル何賞取ったんでしょう。ノーベル万引き賞取ってます、ね、万引き賞撲殺されるよ撲殺撲殺って刺殺されてるねこれねこれナイフか包丁かなんかで刺殺してる。包丁ですね毎月のキャンペーンですからね、しかもね。そうなんだね、撲殺って刺殺されたらちょっと納得いかないね。でもあれ刑法的には、うん、こう刺殺撲殺してやるっつってこう刺殺しちゃったわけですから、はい、これ結果と行為が矛盾してますから、はい、どうなります？矛盾してますから、どうなります？これ正当防衛が正当防衛適用されるってことですか？防衛しちゃった防衛成立させましょう。万引きされるとさ、万引きされた店の方が立ち行かなくなっちゃうから。じゃあ正当防衛だ、うん、よし、こっちとら商売でやってんだ。そうだ万引きされたらね、背取りのためにやってんじゃねえ鬼滅の刃の単行本万引きしてくんじゃねえって話ですよ。はぬるぽです。はい、ぬるぽです。今日はぬるぽをやり、ゲームをちょっとやり、その後ね、あのファンボックス向けの面白画像振り返りのやつをね撮りたい。はい、最近そういえば撮ってなかったなと思ってました。忘れてたでしょみんな、うん、このままやらなくてもいいかなと思ったんですけどまあやろうかなと。やりましょう。78月合併号を7月に撮ったんですよ。はい、じゃあ9、10月合併号を今撮るっていう、はい、すげえ相手合併号とは合併ジャンプの合併号と同じ話ですこの話前もしたな。はあ、あー疲れた。始まってすぐ疲れたっていうのもあれだね。いやまあ、いや夜ですから。夜ですから、さっき起きたばっかりではないですからね。そうだね、うん、それはそうだ。さっき起きたばっかりでも疲れてる可能性はありますけどね、うん、もうこの年になるとね。でも最近あれですよ、あのそこら辺で売ってるサプリを、はい、ビタミンのサプリと、はい、ミネラルのサプリを、はい、飲んでたら調子いいですよ。あ、いいですね。なんか夜も寝れるし、いいですよ。いいですね。別にあの違法なやつとか、はい、アメリカのアマゾンからじゃないと取り寄せられないサプリとかじゃなくても、はい、それ俺が飲んでるやつじゃん。全然大丈夫。最近あのアサヒディアナチュラとか、うん、あと DHC のやつとかでいいと思いますよ。 その辺で売ってるやつ、はい、なんならコンビニで売ってるやつ、はい、わかるわ。
わかるわ。そう、朝起きても疲れてるって話あの人ね。でも俺も最近は5種類、アサヒディアナチュラ5種類飲んでます。何と何飲んでんですか。ビタミン C と、うん、ビタミン B ミックスと、はあはあ、亜鉛プラスマカってやつと、はい、あと、鉄分プラス葉酸ってやつかな。であともう一個ね忘れました。そんな、あ、分かったビタミン E、 ビタミン E、 ビタミン A です、はいはい、そんな忘れっぽいあなたにこのサプリ、はい、健康番組始めましょうピクシブファンボックスでやろうあ、ビタミン E はね、ノコギリ足でした。ノコギリ足って書いてあって、あ、なんかビタミン E がいっぱい入ってるよって。はいはい、これはあのなんかそう精力に効くやつ、はい、マルチビタミンってやつと、はい、マルチミネラルみたいなやつと、あ、いいね、あと前からある鉄分のやつ、あ、いいね、3つ飲んでます。鉄分大事、鉄分ほんと、みんな鉄をどんどん取って、あ、鉄ね、朝晩一粒ずつ飲む。100万年後にはもう鉄になってますから、ね、そう、全身が全身カッチカチ、鉄カッチカチやぞ。僕のヒーロー僕のヒーローアカデミアって漫画の鉄くんみたいにもう体が鉄になる。そうなの、はい、あ、今日なんかサンプラーがね、はい、表示がおかしくて、おめでとうがずっと光ってる。光ってる、光りっぱなしになってる。押してみる、はい、なった。お、なるじゃん。他鳴らしたら、鳴り終わったら、あ、消えた、あ、消えた、わからん、わからぬ。よかったよかった、メロスにはわからぬ。おめでとう、永遠におめでとうされるとこだった。おめでとうのままだったんですけど、うん、おめでとうが終わりました。ああ、よかった。またおめでとうできます。怖い怖い。はあ、やります？やります？なんか昨日始めるか。まあ、どっから始まってどこで終わるのかってヌルポはね、毎回難しい。始めるとは何か。そう、始まりとは。卵が先かヌルポが先かみたいな問題でね、うん、どっからなのかっていう、まあ、オープニングなんかありますって毎回聞きますけど、はい、別に大したことは言わないですからね、はい、あれから始めなくても別にいいんですよ。昔はだってタイトルコールから始めてたわけだから。そうだね、うん、何でもいいんですよ、はい、鉄分のサプリはね、なんだろう、元気になります。鉄分不足に効きます、はい、知らんのか、鉄分不足に効く慢性的に鉄分不足らしいんで、人間はだいたい、なんかもうやります血液がなんかいい感じなんじゃないの、ヘモグロビンとか、ね、いい感じになりますよ、うん、超元気ですよ、バッチリですよ、はい、あの睡眠時間がね長くなくてもね大丈夫、大丈夫、8時間睡眠で大丈夫になりました。じゃあ8時間睡眠で大丈夫ですって言って始めましょう。お願いします。ポケット Wi-Fi の契約をしてて、はいはいはい、なんか3年契約で持ってるんですけど、なるほど、月5300円とか5400円とか払ってて、でそれの料金、今月の料金ですみたいなメールが来て、で、あ、これもう最近使ってないから解約したいなと思ったけど、解約手数料が2万とかかかるって書いてあって、どうしようかなと思って、まあせっかくだから3年使おうかと思って、で終わんのいつかなって調べたら2022年の、5月ですと、はあ、そこが更新月ですと書いてあった、はあ、だから多分4月末とかにもうやめるよって申し込めば解約できるだろうと、まあそこまでせっかくだから使おうかなと思って、2022年何やってっか分かんねえけど、何の仕事、イオシスで何の曲の仕事してるか分かんねえけど、まあとりあえずそこまでは使おうと思って、2022年の Google カレンダーの4月を開いたんですよ。入れとこうと思って、ここでポケット Wi-Fi 解約って書いとこうと思って思ったら、4月2022年の4月8日のとこにすで、うん、にポケット Wi-Fi 3年契約解約するってもう入ってた。未来の優のよしみが入れていた過去の俺が入れてたもうだからもう一個入れといた2回解約しちゃうな、うん、ダブっとるやん、うん、8時間睡眠でも大丈夫です。イオシスヌルポ放送局、
始まりましたね。はい。2022年でしたっけ？2022年4月8日。4月8日、ヌルポ放送局です。違う違う。それは俺が Google カレンダーに Wi-Fi 3年契約解約するって入れた日。違いましたっけ？はい。2020年10月15日、Twitch 生放送。10月16日ポッドキャスト配信第788回イオシスヌルポ放送局をお送りするのはイオシスの拓也とイオシスのゆうのよしみです。頑張っていこう。声出してこう。声出してくる。声出さないと寝ちゃうから。え？もう疲れてて寝ちゃうから。それは聞いてる人が、それとも我々が、全員あらゆる我々並びに見ている人並びに、はい、ここの空気、はい、神羅万象が眠ってしまう。声張ってこ、はい、声をもうどんどん声割ってこ、世界を目覚めさせてこ、バッキバキにディストーションさせてこ。若干ノートブックレコーズっぽいですね。 それあのなんか ずっとなんですけど、はい、音が小さいんだよね、はい、ずっとずっ歴史的にずっと機材の都合なのか我々の声が小さいのか分かんないですけど、声が小さい、声が張ってないから、声張ってない、 ASMR かなっていうぐらい毎回声が小さい。声が小さい。ヌルポ放送局とかゲーム実況とか、それでグイーンって後でグイーンってボリューム上げるからサーノイズに乗っちゃう、はい、声張ってこう。そうだね、解約してヌルの状態の契約をヌル解約しちゃったらエラーが発生するね。ヌルポインターエクセプションエラー、やば、ヌルポエラー発生しちゃう。ヌルポになっちゃうわ。それだ、そうしよう。そうしようって。それでそのWi-Fi の会社潰そう。潰れちゃうんだ。今時解約金そんな取る会社あります？いやなんかね、見たらそんぐらいだったんだよね。悪徳業者ではありませんか？最近なんかあれじゃん、ガースがやってんじゃん、はい、どうのこうの、はい、最近携帯だとなんか乗り換えの料金がどうのとか、ああ解約手数料が9000円だったやつが1000円とか、なんかだいぶあれしてますよね。はいはい。まあ、だからね、逆に自宅の今住んでる札幌のすすきのの自宅のインターネットを解約しちゃおうかなっていう。光るフレッツ、ね、なんだっけ、 VDSL、 ADSL、 ISDN、 JCOM、 56kbps、 え、 JCOM、 JCOM、 160メガ。あーなんかよくわかんない、あの最初からマンションについてる。インマイルームですか？インマイ、 JCOM インマイルームの話してます。インマイルームはわかんないな。なんかテレビとかも全部くっついてるやつ、はいはい、ケーブルテレビとか、なんか最初からネットは無料。ああでもなんか結局テレビのケーブルテレビとかもろもろで毎月1万2000円ぐらい払ってんだけど、そんなにテレビ見ないんだけどな。高っ。そっち解約しようか。もう全部解約しよう。え？全部解約しましょう。ドコモの携帯だけで生きていく。ドコモも MVNO にしましょう。え？俺 LINE モバイルにしてるけど何の不都合もないよ。まあそうだよね、 LINE モバイルの1ギガとコミュニケーションフリープラン、はいはいはい、宣伝みたいになっちゃった。月2000円ですよ。ええ、安。ドコモでなんかそこそこの3ギガとかやったら5000円ぐらい取られるでしょ。何も変わんないよ。俺2ギガのですけど、うん、高いでしょ。月7000円か、そんぐらい高。で電話、携帯電話通話無料プランも入ってるんですけど、あんまり最近使わないもんね、うん、もう LINE 通話とかばっかり。聞いてくださいよ、ちょっと、はい、あのすげえもうなんか渋滞しちゃう、オープニングから話が渋滞しちゃう、うんうん、お家を引っ越そうとしてます。はいはいはい。で契約したんですよ。で今日行ってきて契約書、契約書にサインしようとしたら、ないはずの礼金が書かれてて、これえダメだねっつって焼き直しになって、今日は反抗せませんでしたけど、それはいいんですけど、それはいいんですけど、それは俺が気づくまで気づかなかったんですけど、それはいいんですけど、それ完全に詐欺詐欺。なんでやねん。それはまあいいんですけど、それでなんか引っ越し業者、はいはい、見積もりを取ろうっつって、はい、でまた宣伝になっちゃう。山田引っ越しセンターね。山田引っ越しセンターにウェブフォームからカタカタターンって言ったらすぐ電話来たんだけど、なんか iPhone がね、鳴りもしないですぐ不在着信チロンっていう通知が出るわけ、はいはい、5回ぐらい出るわけ。え？なんだこれ、鳴らねえし、え、鳴らないから出れない。これ多分酒井、あ、酒井じゃない、山田なんて、田中山田山田引っ越してた。あんつって設定直したら、なんか、登録されてない
電話帳にない電話番号からの着信を自動で拒否してイルスにして履歴だけ出しますモードがなぜかオンになってて、はあ、そんな設定がまずあるのっていうことすら知らないし、なぜそれがオンになってんのか。ああ、いやでも知らない番号を弾いてくれるの便利だから、うん、いいね。こういう時じゃなければね、はいはいはい、山田引っ越しセンターから電話が来なければ便利ですね、はいはいはい、で見積もりを、はい、今度取ります、はい、引っ越し先がすげえ狭いんですよ今より、はいはい、で収納が絶望的にないの、はい、皆無なの、だから荷物をめちゃくちゃ今減らしてて、はい、でもともとでも荷物少ないでしょ、それをさらに、さらにうんうんしてだってほとんどすごいミニマリストみたいですよね。いやそうでもないですよ、そう案外あの路上生活者よりは持ってますよ、うん、でも冷蔵庫とか、冷蔵庫もあります。あ、冷蔵庫あるの？あります。あれ？あ、そうか。買いました。冷蔵庫買ったんだっけ？ありますあります。一時期冷蔵庫使わないもっと減らしたんですけど、はい、あのなんか T シャツがやたらあるなと思って、もうヨレヨレの T シャツ一回着てもう捨てようモードになってて、今、はい、今日これ。これヨレヨレ。これどこだっけ？ヨレヨレシワシワ、これシワシワでしょ？シワシワだし、これ台湾で買った。台湾で買ってきた、うん、あのふんふんがふんふんのやつです。もうわかんないですけど、ワンフのね。ふんふんのね。一気堺引っ越しセンターのね。堺って言っとるかな。っていうあの T シャツ今日着てます。っていう話。すごい渋滞してるでしょ話が、はい、これを言いたいためにまず最初の礼金の話から始まったわけ、はいはいはい、じゃあそのフリーメイソンの T シャツも捨てるの？捨てます。あ、捨てるんだ。だってこれシワシワでしょこうなんかインクがもうなくなりかけてボロボロになっていい味出てますね。そう、逆に怖いって呪われそうこういう T シャツ何着かありますからシワシワのやつあ、いや、捨ててこう。どんどんグッて、だってユニクロで買えばいいんだから、はいはいはい、服なんて、靴なんて靴屋で買えばいいんですから、もうどんどんすよやっていきます。 CM の後はふつおたです。この放送はイオシスの提供でお送りします。ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ12が2020年5月5日リリースになりました。2004年11月放送開始の超重ラジオ番組ヌルポ放送局の過去配信分を MP3 で詰め合わせ、今回のおまけも面白画像振り返り .mp4、 2015年頃の画像を80分間にわたってさらってみました。ブースイオシスショップ店でお求めください。シェイキーズ。今週一番いい画像これでしたね。先ちょ触らない触るな光ってるだけですから、はい、照明ですから。これ照明の写真が後ろにね、おしゃれな照明です、はい、でもこれ多分こう上の部分2つしか見えてませんけど、裏側にもあるんでしょうねきっとね。3つあるのかな、4つか、2つだったら問題ですよ玉3つかなこれ玉ちょっとこの画像バックに今日ヌルポをやるとなんか負けだと思うので、もうこれバンされるんじゃないですか。これもダメですでしょ、これにしましょう。はい、あ、風流ですね、風鈴の画像ね。季節が全く合ってませんけどね。もう秋どころか冬ですけどね。そうですね、ふつおたです。静岡県もやしコーヒーさん、あざす。あざす。ヌルポ放送局の皆様お疲れ様です。もやしコーヒーです。仕事中にネットサーフィンをしていた時に偶然見つけたイオシスがありました。株式会社道路計画交通渋滞予測システムイオシス iOSYS 全部大文字、おぴったり一緒、おさらにその下にはトラックスTRACCS がありましたイオシスおよびイオシストラックスはいつもそばにあるんだなと感じた次第です以上です。すごいね、イオシストラックス、これ知らなかった。お株式会社道路計画さん、あのググってください、はい、道路 .co.jp です。
あれ数年前にもなんか見かけた記憶が。本当。あれこれデジャビュー、あのスマホ屋さんのイオシスとこっちのイオシスにあれされて SEO 的になんかくっちゃくちゃになってんだろうなと思いますけどね、はい、こっちの道路計画さんがね。あれなんか若干記憶にあるぞそれ。折れない、うん、交通渋滞予測システム、うん、当社は交通渋滞予測システムとして高速道路で発生する日々の渋滞を年間予測することができる2つのモデルを開発しました。1. イオシス、インプットアウトプット法を使用。これは何だか分かりませんけどね。 IC ペアごとに需要交通量を設定し詳細な交通状況を再現。はあ。2. トラックス、ポイント給法を使用。 IC 区間インターチェンジかな、区間交通量の増減比率を設定し本線部の交通状況を再現。イオシストラックス、これイオシスリスナーの方が作ってるのでは。マジか道路計画さんでしたっけ。いつできたんでしょうねこのシステムは。うーん、スマホは売るし音楽は作るわ道路交通渋滞は予測するわ、大変だねイオシスさんね。あとなんだっけ、とコロナを除菌する水を作るんだっけ。そう強い水を作れるやつ。あ、いろいろやってるの手広いねいやすごいね、ありがとうございます。なるほど、初めて知りました。皆さんもイオシス見つけて送ってくださいそんなあんのかな続いてなんか車もあったよね昔ね。車なんかなんとかかんとかイオシス、 あなんかだからクラウンイオシスとかってあのなんか、うん、服サブタイトルみたいな感じであったよね、車種でね。あったっけ、うん、ちょっと分かる方いたらお便りください。まあ、古くはねアクエリアスイオシスですけどね。はいはいはい昨日からねなんか 寒いじゃん、うん、初めて暖房を入れたの、うん、であったかいなと思ったんだけど、うんうん、温度計と湿度計見たら真冬の湿度になってて29% とかなってて喉がガサガサなの。あら、もう札幌なんて住む場所じゃないね。え？もうかれこれ40年とか住んでるのに加湿器をまだ出してなかったんじゃ。あー、加湿器ね。加湿器ないともう生活できないの冬。本当？今住んでるマンションがカッサカサなの。はいはいはい。で夏はジメジメなの、はい、どうなってんの。まあ日本って感じですね。ザ日本。うん、正直いや確かに冬は乾燥するから俺もなんかもう手とか荒れちゃったり、うん、足とか乾燥して寝てる間に足をかいちゃって血が出ちゃってとかあるから、もうその季節になってきたんで、うん、寝る前にニベアクリームを足に塗って肩とかにも塗ってみたいな。カッサカサ、そろそろそういう時期ですわ。カッサカサこっそこそ。でもなんか鉄分不足だと体が痒くなるみたいなことがあるらしくて、うん、鉄分が不足するといろんなことが起こりますね。そう、なんか結局末端細胞までちゃんと栄養が、うん、酸素が行き渡らないからそれで痒くなるよみたいな。細胞あれだからって話。そうそうそう、細胞が死んじゃってそれで痒くなるみたいな説もあるみたい。本当かどうかは分かりません。南部鉄器を使おう続いて、所在地秘密ラジオネームあぶくさんからいただきましょう。ありがとうございます。あぶくさん、あぶくさん、あれ初めましてですか。多分そうだと思うんだけど、ひょっとしたら昔もらってたのかもしれない、はい、わからない。ヌルポの皆様こんばんは。こんばんは。今回は先週金曜日のマリオ35の配信で起きたある現象について解説したくお便りしました。はい、たくやさんが1の2をプレイ中、アイテムルーレット、ハテナボックスルーレットでフラワーを引き、ジャンプ中にファイヤーマリオに変身。直後、マリオが空中にもいるにもかかわらずジャンプしました。この空中ジャンプ現象、はい、実はファミコン版のスーパーマリオから存在するもので、割と簡単に再現できます。前提として、マリオがアイテムを取って変身するときに発生します。なので、チビマリオからデカマリオまたはフラワーマリオ。スーパーマリオからフラワーマリオで空中でアイテムを取ります、うんうん、
でアイテムに触れる瞬間はジャンプボタンを離しておく。はあ。普通押してますよね。はあ、ははあ、離しておく。でアイテムを取り変身が始まったらジャンプボタンを押しっぱなしです。はあ。すると変身が終わった時に押しっぱなししてるジャンプボタンの入力が入ってさらに2段ジャンプできる、はいはい、ということだそうです。あー、いや謎が解けた。いや俺もなんかその現象は知ってたんだけど A ボタンジャンプボタン押しっぱなしだといかないんだ。はいはいはい。取る瞬間は離してる。はいはいはい。1の1の最初のキノコ、あパイプパんパイプじゃないパワーアップキノコを取るときに2段ジャンプ俺昔してた記憶があったからスーパーマリオ35でもやろうといつもしてんだけど、うん、A ボタン押しっぱなしだからダメだったんだな。最初離していればいいんだ、うん、ありがとうございます。すごいすっきりした。スーパーマリオって結構こういうのあるよね。あるあるある。めり込みとか、はいはい、なんか地面の1段下のブロックのところからスイーっていくとか、はいはいはい、なんか多数見ると結構やり放題ですよね。あるあるある。そうか、ワンナップキノコだと特に大きくならないから、うん、2段ジャンプ空中ジャンプはないんだ。ない。毒キノコで例えば、うん、大きいマリオからちっちゃくなる時ももしかしたら、うん、まあマリオ2とかだけど、うん、できたかもしれないね。まあ2だとまあちょっと バグフィックスされてるかもしれないけども。でしょうね。うん、へえ、いやありがとうございます。なるほどね。プリンセスがいっぱいの話は忘れて、えあの辛い思いは忘れてみんなあその話も、あコメントねそうですそうです、はい、あとスーパーマリオ35の話すると配信イオシスの配信見直してて分かったんですけど、うん、途中で俺やってていきなりコインがバーって増えたりタイムがバーって増えた時、はいはいはい、あれはなんか他のライバルをノックアウトしたときにそこから奪ってるようでした、うん、でもなんか必ず奪うわけでもないから、はいはい、なんか作戦によるのかなかもしれないですね、うん、ピンチ狙いとかコイン狙いにしとくと、うん、かなとかコインが多いライバルのところになんか敵を送り込んで倒してコインをもらうみたいな、うん、ちょっと分かんないけどなんかそういう仕組みでしたね。見直して気づいたんですけど、うん、はい、またやっていきます、うん、マリオ大好きだから。そう俺らそうなの。続いてこれだ。ミーズさん群馬県、はい、あざます。あざす。武田さん社長さん GoTo な皆様こんばんは。こんばんは。約半年ぶりに阿佐ヶ谷に足を踏み入れたので初老の飲み会の報告。おお、やった。半年ぶりになっちゃうんだよね。ね、博士みんな顔写ってもいいでしょ前川さん的に賞味期限がやばいから押していきたいロフトビールこれ結構厳しいよねロフトビールできたよって言った直後にああなっちゃったからね。ああそっか、賞味期限が、ビールの賞味期限そんな長くないですよね。そうだよね、うん、記憶があるうちに次のスケジュールを決める。店長がまた変わった阿佐ヶ谷ロフト。はいはい、また変わったんだ。また変わったんですよ。キム、声も映像も死んでるのにスパチャ入るのどういう状況ですか取引の錬金術師、はいはい、斉藤店長、ロフト9は綺麗だったのでやっと地下に帰ってこれたなって地下好きなんだね。2時台になると YouTube を見ている人が増える。お前川、ドイチューさんの前で言うのもなんだけどお笑いってよくわからないドイチュー、俺たちは楽しそうな前川さんなんて見たくないもん前川、赤字がさうん、酔っ払うとツイッターのアカウントを消したくなるドイチュー、うん、客ビールください、店員ちょっとそこにいいセブンイレブンがありますよとかなんとか。久しぶりのイベントレポートでしたね。はい、久しぶりでしたね本当にね。そうですね、ミーズさんからこうやっていただくの本当に久々、うん、
ね、ありがとうございます。さすがにね YouTube の配信見てイベントレポートですって気にはならんよね。ああまあ現地じゃないですもん ねこの前まではね、うん、いやありがとうございます。ロフトビールは売れたんでしょうか。残ってんじゃないですか。残ってんのかな。ロフトビールが残るのもそうですけど、ロフトグループ大丈夫なんですか。やばいんじゃないですか。なんか前川さんが真顔っていう話を聞きました、ね、いやー大変でしょう本当。いろんなライブハウス、ライブハウス潰れてますからね。まあ特に音楽系のライブハウスは厳しいですよね、はい、トーク系だったらねまだね、まあね、うん、お客さん側がうわーって言うわけじゃないですからね、うんうん、そこそこどうにかなるんじゃないかと思うんですけど、はい、阿佐ヶ谷というかロフトグループ系の場合居酒屋ベースなんで、それはそれでまたね、あ飲食、飲食がありますからね、どうなんでしょうね、わかんないですね。もういいんじゃないですか。え？もう大丈夫なのでは。あはいはい、あれがもうそんなに恐れなくてもね、うん、ある程度対策してればね。 T 大統領だって良くなりましたよ。そうだね、うん、なんでそこぼかすのT 大統領すぐ治って、すぐ治っちゃった、すぐ治って病院から出てきました ね、はい、もうすぐ大統領選あるんですよ。そう、それもあるからね、うん、寝てる場合じゃないっつって ねルパンみたいなね、うん、胸を打ち抜かれてもはい、すぐ起き上がるルパンT 大統領みたいです。カリオストロの城のですよねそれ、はい、俺のルパンはカリオストロの城しかない。そうなの。テレビシリーズも見てましたけど、ね、はいはいはい、全然覚えてない。はいはいはい、うん、まあね大統領選挙もどうなるのか全然見えませんけどね。バイデンが優勢とか出てますけど、果たしてあの報道が本当に正しいのかどうかさっぱり分かんないし、トランプの支持者も多いんだか少ないんだか前回も全く分かんなかったからな。だって4年前クリントン勝ちますって全員言っててトランプ勝っちゃったからね。そうだよ、ね、誰も信じられないもん、うんうん、全然分かんない。分かりませんね、まあ、とりあえず初老のイベントぐらいだったらやってもいいと思うんでね。はい、またレポートください。うんうん、よろしゃっす。ぜひぜひ。続いて、はい、神奈川県サタンラップさん、あざす。あざす。3週連続ですね。お、ありがとうございます。ネルポの皆さん、こんばんは。こんばんは。どうも、サタンラップです。昔から聞くだけリスナーだったので、自分のお便りが読まれると、おー、あのヌルポ放送局で読まれたとテンションが上がります。おー。さて、ふと疑問に思ったのですが、メカ博士さんは健在ですか？あー。自分の中で今ウサミンパワーと博士風につぶやくのがマイブームですそしてクラスの友達に理解者が理解する人がいるはずもなく、何それという顔で見られます。チルパを知っている人は結構いるんですが、誰かイオシス好きな人いないかな。チルパはさておき、ウサミンパワーって言っても誰もわかんないと思います、ね、まずメルヘンデビュー、アイマスのメルヘンデビューを知っていた上でヌルポのメカ博士を知っていると分かる。世界に何人いるんでしょうかメカ博士いますよ。います。メカ出ます、サンプラーに。でもこれいつもメインにしているプリセットだとメカ博士もういないからな、潰しちゃったね、はいはい、あの IRQ ICQ の音に変えちゃったから。エンディングです。あ、いたいたいた、いたわ、エンディングですだけいたこれはこれ青でしょ、うん、エンディングですだけメイン画面に残ってましたでもこれ別のライブラリーに博士、はい、メカ博士いますから。お、博士です。お、すごい、いるじゃん。こんばんは。なるほどね。お、いたいたいた。ウサミンパワーあるかな。あるんじゃないですか。あーカモン、俺がルパンだどこで使うのどこで使うのって言ってもらうためのですよねこれね。ニッコニッコニー使えねえんだよな
あれウサミンパワーないな。え？無駄なものがいっぱいありますね。断捨離しちゃったかな。いっぱいあるんですね。そういうことですね。うん。昔これで会話しましたよね。はいはい。ちょっとウサミパワー見つかりませんでした。マジか。残念。じゃあ見つかったらそのうち。そのうち。あれなんか前ヌルポ MP3 詰め合わせとかで入れなかったっけ？入れた気がします。博士サンプラー。はい。あったよね確かね。はい。ヌルポ MP3 詰め合わせ買ってください。ああ、どっかに入ってる。ブースで販売中。もう売ってないかな。もう売り切れたかな。1から12まで出てるんですよ。はい。随分出しましたね。はい。詰め合わせシリーズ。1から6までもう作るのめんどくさいっつってやめちゃったんだよね。え？あ、1から6売り切れたから。売り切れて、これから作るには A3 サイズの印刷をせねばならんので、はい、元のデータのまま出すには、はい、でも今 A3 出せないから、はい、セブンイレブンとか行って出さないといけないから、はい、めんどくせっつって、はい、もうやめようっつって今7から12だけ売ってます。ダウンロード購入できないですからね、あれね。ダウンロード、だって MP3 はサンクラからダウンロードできるもん。はい、うん。じゃあなんで買うんだって。まあ物としてね、やっぱりね。この間セールで2020円に設定しましたところ2つぐらい売れましたよ。ああ、よかったよかった、ありがとうございます。今3000円に戻ってます。もともと3300円だったんですけど、はいはいはい、即売会価格になりまして3000円になってます。はい、そうヨシスショップね、はい、セールはまあいいとして、あーセールで S サイズ完売したのでありがとうございますって感じなんですけど、はい、セールはいいとして、即売価格と売り切れごめん価格っていうお求めやすい感じに変えたんですよ、うん、そしたらね、なんか結構こうわっわっといっぱいわっと買っていく人がわっと現れまして、あーよかった、非常に良かったです。ありがとうございます。お買い上げいただきありがとうございます。やった甲斐がありました。よかった。結構大変なんですよ。はい、なんか価格をなんかこう一気にこうカタタンカタタンタンって直せる機能がないんですよブースって。あクソかって思うんだけど。失礼しました。もうちょっとちゃんと開発しろって思うんですけど。なんか CSV データとかで一覧で一回エクスポートしてそれをタタタタって変えてバーって一気に改ざんじゃないや、変更する機能もございません。ないんだ。なので1ファイル1商品ごとにこうページをパチって開いて、ああ価格をカチャタって入れて保存、ああやんないといけないです。それ300回ぐらいなんですよ。まあイオシスショップのブース商品多いですからね。多いですからね。普通そんなにないんでしょうね。でしょうね、はい、異常なんですね。イオシス異常なんですね。昔からねイオシスのコンテンツ多すぎ問題がね。それにしてもなんか機能あってもいいじゃん。いやそうね、一律変更とか ね、うん、ね、しんどい。まあ、ね、手数料安いですから。はいはい。まあ一律で例えば500円値下げとかだったらさ、うん、あの500円引きのクーポンでもポンと置いとけばさ。クーポン機能もないんですね。あ、ないんだっけ。ないんですね。ブースないの。ないんですね。あ、何があるんですか。ブースポイントがもらえる。ポイント制度もないんですね。どうなってんの。まあショッピングカートシステムとしては非常にシンプルというか、うん、ね、はい、最低限ですね。はい、まあだからこそとっつきやすいんでしょうね。そうだね。うん、あのヤマトの B2 システムとか郵便のなんかそういう運送系のシステムに連携するデータもギリギリのデータしかなくて、うん、なので今うち黒猫ヤマトで出してるでしょ、うんうん、だからブースからダウンロードしたデータを一旦 Google スプレッドシートに投げて、それをカラムをいい感じの列に並べ替えるスクリプトを私書きまして、え、でポチッと押すとシュッって並び変わったやつをまたダウンロードできるっていうのを自作しました。え、もうブース開発陣に加わった方がいいのでは。それもう機能と B2 に連携するぐらいのデータ出してほしいなと思いますけどね。はい、まあ、そもそもあのあれですよ、なんだっけ、
お互いの住所を知らせ合わなくても、はい、荷物があれする機能とか使ってる人も多いし、あるある走行機能を使ってる人も多いので、はいはい、ここからみんな発送してるくちゃんうちは、はい、そういう人は少ないでしょうね、そもそもね。ああ、そっかそっか、うん、この前ブースでエチエチな水着のデジタル写真集を売ってる人の、人間ですか、あ、人間、人間のグラビアアイドルになりたいですって言ってる、グラビアアイドルになりたいです、これからなりたいですって言って頑張って活動してる、あのキノーちゃんっていう、今は何なの、今は分かんないです、キノコか何かなの今は本人のツイッター見たらコンカフェの店員やってます、グラビアアイドルになりたいです頑張ってますって。コンカフェって何でしたっけ、コンセプトカフェっていうらしいんですよ。だから俺もちょっと分かんない、メイド喫茶のキノコの格好したメイドがいっぱいいる、そうそうそう、違う違うコンセプトのコンカフェね、メイドじゃ ないけど、なんか例えばじゃあナース服ですとかバニー服ですとかそういう格好してるカフェですみたいな、だからメイド喫茶の、拡大版HTML に対する XML みたいなもんだと俺は勝手に思ってるんですけど、コンカフェって例えが良くない、例えが良くなかったすげえ考えちゃったメイドは HTML なのメイドカフェが HTML だとするとコンカフェは XML なのかな、そうか、わかんないけど、 なるほどな、悪すぎる例えが悪すぎる例えいいねあ、だからメイド喫茶が、メイド喫茶が例えばじゃあオセロだとしましょう、はい、そうすると、コンカフェっていうのはボードゲームってことですわ、はい、どうやでそのキノーちゃん の、 なんかそのデジタル写真集ダウンロード版だから、いつもポチポチって買ってダウンロードすぐできるから便利だなと思ってたんですけど、なんか、チェキがつきますと今回は。でチェキ俺なくてもいいんだけどなと思ったんだけど、チェキつきしかないですと今回は、チェキつきプラスダウンロードデータですみたいになってて、あーまあいいかと思って、それ買ったらチェキが1週間後とかに送られてきたんですけど、開けてないんですけど、それあんまり未開封料取られますよツイッターで話題の、いやそれでなんかそれ見たら住所がお互いわからないようになる、何そのブース、安心ブースパックですね、そうそうそう、初めて見た、そう、やっぱキノコのお家分かっちゃうと問題がありますからね、そうそう、送り主の方はね、うん、女の子だったりするわけですから、ね、そう、買う方はね別にまあ、まあ、うん、あれですけども、だからねそのキノーちゃんって ねもうここだけの話ね、マリンカに似てるんですよニッコニッコにーすげえ似てて、なんかうん、エンディングです、はい、ちょっとググってくるわかる、昨日ちゃんの昨日が漢字の昨日ね、昨日ね、昨日法の昨日ね、違う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 はあはあはあ、ということです、わかりました、ググってください、はい、さっきの並べ替えの話に近い話が来ました。黒丸さん、山形県、あざす、あざす。今頃ハンコやファックスの中止がニュースになってますね。個人的にファックス早く全廃してほしいと思ってます。ファックスが必要な理由、異なるシステム間でデータのやり取りができないからです。簡単に言えば、ありとあらゆるシステムに CSV ファイルの入出力機能がないのです。一旦 CSV ファイルに出力できれば Excel や項目内容を編集できます。編集後の CSV ファイルをシステムに入力できればいいのです。手作業で編集までできれば自動化も簡単です。何しねテキストファイルの処理ですから、一般的なプログラマーならちょいちょいです。一旦紙に印刷、ファックスして手入力、アホの極み最近のシステム、外部との CSV ファイル入出力機能が当たり前になっています。しかしシステムを長く更新していない場合、入出力機能がないです。昔のシステムはネットワークや
他のシステムと連携する概念がありません。世の中でたくさん稼働している古いシステム類、一斉に更新が必要な状況です。こういう状況なのですが、予算もなければ人材も足りていない状況です。誰でも給料のいい職場へ自然と行きますからね。この悪い環境、あと20年ぐらい続くのでしょうか。以上、今日ものんびり仕事をしている社内 SE からでした。さっきの話ですわ。はいはいはい。ブースから CSV ダウンロードしてきて、えっつって GAS でシュッてやって、また CSV にして、それを B2 に投げるっていう。ああ、まあ、ファックスこないだけマシですね。ファックスな、ファックスな、ファックスな。ファックスっていつできたんですか？1980年代ぐらい？そんなもんか。もっと前からあった？テレックスとかあった昔。電報？電報。わからねえな。ファックスはもう片っ端から撲殺してた方がいいんじゃないですか？最近でも DX ガース頑張ってますから、はい、データ連携とかいい感じになってくんじゃないですか。そうね、政府のデータとか行政のデータとか取りやすくなってるっぽいですよ最近、うん、オープンデータなんとかっつって。最近良くなってるじゃん。この前国税調査も来てたけど、あのシステムもすごい良かったよ、うん、ああ使いやすくて、はいはいはい、だんだん良くなってますよ、うん、だんだんまあ、だんだんやっぱり若い人が入って改革してきてくれてるなっていう。まあこれで今ガース政権でまたね、うん、さらに進むといいな。河野太郎大臣頑張ってくれそうだし、うん、ボンガボンガ変えていきましょう、うん、ファックスは電話はより歴史が古い。あ、そうなんだ。でもプリンターとかの方がなんか技術なさそうじゃない、あんまり古いと。うん、どうなってんだろう、どうやって印刷したんだろう、どうしたんだろうね、わかんねえな。あ、さすがにその頃は我々まだ生まれてないですからね。でしょうね。ヨシス222年やってますけど、そこにあったファックスもずいぶん前にぶん投げましたからね。はい、そうね、もうインターネットがない時代のことはもう思い出せないぐらいインターネットが当たり前になっちゃった。電話も廃止しようかと思ってるもん、そこの固定電話ね、うん、光転用のね、セールスの電話しかかかってきませんから、ね、昨日なんか行政処分出てましたよ、札幌市のテレアポ業者が。はい、なんか勧誘だとあれしないで、あれして、うん、怒られたらしい。あ、そうなの。ざまみろ滅べ一生うんこ出たくなるよつい汚い言葉を吐いてしまう。固定電話はもうなくていいですよ。だって俺一人暮らし始めてから固定電話って使ったことないもん。まあつけたこともないですけど。うん、そうそう、つけたことない。ダイヤル Q2 の話してます？え、ダイヤル Q2 ってなんかあったね。情報提供、番組提供料、なんかあったよね。情報提供料なんだっけ、ダイヤル Q2。 今ダイヤル Q2 どころか、なんか謎の中国からの電話で折り返したらめっちゃ金取られるとか、そんな話やってありますよね。あるね、国際電話で金取るんでしょ。すごいよね。 あれもひどいよね。電話加入券波動券、波動券、波動券、電話加入券、懐かしいですね。竜巻旋風客キャ、はい、7万何千もしたんですよ。でしょ、ね、よくわかんないよねもうね。未だに古い会社 の、 あの BS 貸借対照表に電話加入券って載ってるんです。あれ勘定科目になっちゃうんですよ。はいはい、機種はさすがに焼却してるかもしれないですけど。はいはいはい、まあ昔はだから全国津々浦々に電柱を立ててみたいな、電話線引いてみたいな、そういうのがあったから、やっぱり電話加入券そんぐらいあったんでしょうね、うん、電話引きたくても引けないから権利をね、うん、お前に電話を引く権利をやろう、うん、オプーナーを買う権利をやろうっていう時代があったらしい、ね、最近だったらなんかもう2万個ぐらい電話番号をゲットして、はい、
ポイントをあれする、はい、ダメな家族とかいるから、はい、すごいよね。あれ電話加入券金かかってたら絶対できない。そうだね。なんだっけ、電話番号をいっぱい取得して SIM を2万枚集めて、はい、ちょっとずつ500ポイントずつゲットして、そういう2万件集めて、はい、それをメルカリに出品して現金化しみたいな、はい、やってたね。で捕まってたね。その労力をもうだって絶対手動じゃできないからさ、プログラミングしてる、自動化してると思うんですよね。ああそっか。その能力を、いや手動でやってたんじゃない、ポチ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 。2万件ですよ。暇なのか。うん、絶望つらいつらいよこの世つらい。いや世の中いろんな人がいますけどね。世の中いろんな人いますね。まあいろんな犯罪あるし、だからドコモ口座のさ不正出金とかもあるけどさ、多分まださ今バレてない犯罪さいっぱいあるよきっと。表沙汰になってないやつ、なんかちょっとずつお金抜かれてたら分かんないじゃん。なんかよくわかんないけど年間10億円もらって職員が何十人かいる謎の団体のこと言ってますか。そういう団体もあるでしょうね。表沙汰になってます、この前なりましたけど。なっちゃいましたけどね。黙ってればよかったよね。まあね、まああれもまあ元々はなんか作った当時はね、当時はね、数十年前作られた当時はさ全然変わってないのが、ね、制度変えたわけね、うん、1940年代後半とかに作られたあの学術なんとかもさ、最初はいい意図で作られたんでしょ、ね。まあなかなか難しいよね。長年経つと腐敗もしますわ。そうですわ。こんな世の中嫌だよ。パワープレイです。あれです。パワープレイなんですけど、かける曲は変わんないんですけど、ラフスケッチさんのオープンワールド EP なんですけど、はい、CD 版がリリースされることが昨日出まして、うん、かける曲は一緒ですけど、宣伝する内容が変わります、うん。2020年10月25日 M3 2020秋にて、ノートブックリーレコーズブースであるとかイオシスショップであるとかメロンブックスさんであるとかトラナナさんであるとか楽しいストアさんであるとかディバースシステムさんとかで買える CD、うん、CD 版がリリースになります。ダウンロード版の4トラックに加えて5トラック目ライフスケッチライブストリームミックスっていうトラックが1個くっつきまして、CD 版リリースになります。なんだ1トラック増えただけじゃん、もうダウンロード版買ってるからいいやと思うでしょ。1個しか増えないじゃん。はいはいはい、5トラック目40分あります。えこれ DJ ミックスなんていろんな曲のミックスした音源40分あります。DJ ミックス、 DJ ミックス、あトークトラックとかではないんだ。あそうですよ、イオシスじゃないんで。イオシスみたいなチンケなサークルじゃねえから。ノートブックレコーズは40分増えますから、はい、これね CD 買ってほしいと思います、はい。というわけで、かけるのは1楽目オープンワールド、こちらです。インスト曲です。かけまーす。
ウェイ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 。あー猫かわいい。ずっと見てられる猫の画像ね。猫のお便り募集しましょうって前言ったじゃないですか。はいはい、一通も来てないです。本当？俺だけ猫好きなの、おかしいな。猫飼ってる人がいらっしゃらない、いないのかな、うん、飼ってなくてもいいんですよ。あ、そういうこと、うん、はい。何します？あ、終わります？告知して終わります？さっさと終わります？今日いろいろ撮らないといけないからね。秋らしいヌルポ俳句とかちょっとやってみます？そうしましょう。そうしましょうか。秋ですからね。もう秋だよ、はい、寒いもん、一桁だもん気温が。はい。よいしょ。北海道小前さん、あざす。あざす。ヌルポ俳句です。秋深し。隣は何を筒抜けだ。レオパレス住民心の俳句。筒抜けだ。最後だけちょっと急にアクセルゴンと踏んでる感じが結構好きです。秋深し隣は何を筒抜けだ。本当にね、薄いらしいですからね。だから潰れちゃうんだよ。もう一個あります。はい。かき食えば金が鳴るなりペイペイ。いや、てっきり筒抜けだーって来るのかと思って。筒抜けではないですね。かき食えば金が鳴るなり筒抜けだー。ワオン。最後だけ急にブレーキゴーンと踏んで乗ってる人だけボーンって投げ出された感じいいでしょこれ。かき食えば金が鳴るなりペイペイ。朝晩冷え込んでまいりました。何卒ご自愛ください。ありがとうございます。ほんと冷え込んできたよね。急に寒くなってきた。朝晩ね。雪虫見たって話したっけ？北大この間散歩してたら雪虫ヒューって飛んでて。マジで？もう雪降る。マジで？うん、うわぁ。クイックペイ。ほとんど一緒だよね。あの決済系の決済音。セブンペイ。セブンペイ。なんか上がる音だったよね、セブンペイ。あ、そうなんだ、うん、俺使わなかったから分かんないけど、ヒャダインさんが 作曲したというね。ああ、言ってたね、作曲ね、作曲、うん、俺 ID 派なんでトゥルントゥルンです。ああ、うん、はいはいはい。 ID って言ってんのかエディって言ってんのか分かんなくて、店員さんが間違えることが一時期話題になってましたけどね。もっと別の名前にしてほしい。そうですよね、似てますから ね。キレイキレイ。それだ。あ、南方の地では扇風機を片付けてるみたいですよ。マジで？へえ。もうストーブつけてるよ俺。うん、日本広いからな。ねえ、ほんとさ、てかね、日が沈むのがほんと早くなっちゃって。めっちゃ早いね。17時、午後5時ぐらいにもう日の入りでしょ、うん、今ね、すぐ暗い、もう暗い。ほんと、うん、昨日ね、あ、全然話が、うん、昨日ね、あの日本長いなって話なんですけど、はいはい、ノーマップスっていう、はい、みんな知らないでしょ。ノーマップスね。ノーマップスっていう、はい、札幌のおじさんたちがやってるなんかコンベンションの集まりみたいな、アメリカでやってるサウスバイサウスなんとかコンベンションみたいなのをパクって札幌でも流行らせたいなっつって頑張ってやってるらしいんですよ。はい。で、今年はこんな状況なんでオンラインで全部やってて、はい、オンラインなら聞くかと思って、はい、で YouTube で見れるんで見てて、昨日あのオードリー・タンが出たの。あ、台湾の IT 大臣オードリー・タン、うん、オードリー・タン、うん、タン、すげえいいこと言ってるなと思って、うん、で、そのセッションが3人登場人物がいて、その中には桜インターネットの社長がいたの。へえ。で、石狩にデータセンターあんじゃん。へえ。
て、なんか勝手にこう石狩っていうか札幌にいる人かなってなんとなく、もしくはまあ東京かって思ってたら、はい、沖縄にいるらしく、なんか多分もうはちゃめちゃにテレワークな会社なんでしょうね、はいはいはい、だから沖縄にいるのいいなって思ったの、はい、いいないいね沖縄いいね、沖縄に住むのもいいんじゃないかなって、うん、案外夏涼しかったりなんかしてね、はいはい、本州よりいいな。ノーマップス、ノーマップス、桜インターネットね、うん、一時期だいぶ使わせてもらってましたけど、ノーマップスね、ノーマップス、ノーマップスってイオシスあんま絡みない、全然ないし、わお、サブスクありがとうございます、サブスクありがとうございます。まあ、別に俺らも出たいというアクションもしてないので、はい、向こうからも別に何もないし、はいはい、なんか札幌でこの前ジムでウォーキングしながらテレビ見てたらノーマップスの人出てきて、うん、ノーマップスの大人の人と、あとなんか19歳だかの若者、うん、男の子となんか2人で出てきて今こういう取り組みをしてますみたいな、なんか5分番組かなんかでチラッと見たけど、へ、何しろジムで音声なくテレビを見ているので、その番組は字幕も出なかったので特に内容は分からなかった。おじさんが口をパクパクしてるのもじっと見ていたんだジムでさ、イヤホンとかさ、ヘッドホンとかつけてあのウォーキングマシンでね、うん、テレビ見れるんだけど、コロナ対策で今イヤホンつけれませんってなってて、うん、なるほど、音声なしで基本字幕モードにしてテレビ見てんだけど、うん、はいはい、NHK のニュースとかだったらさ、はいはいはい、まあ、あとドラマとかはさ字幕出るんですけど、なんかそういうあの5分番組とかローカルのやつは出ないんで、うん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 、そもそも残念。今時あれだよね、なんか TVer とかよく知らねえけど、なんだっけ、パラビじゃないか、なんかそういうのでスマホで見れば、スマホで再生すればスマホと Bluetooth でイヤホンでやればその方が見やすいかもね、はいはいはい、そうね、ジムとかだとね、うんうん、急に眠くなってきましたいやいや、お疲れでしょうから、今週もね忙しかったでしょう、拓也さん。今月やばいんですよ。でもだいぶ落ち着きましたよ、今日で、うん、ようやく。今月どうなってるんですか。10月、毎年10月あれですけど、ああ即売会で忙しいけどね、今年の10月マジ10月いろいろ忙しかったですもんね、拓也さんはね、うん、俺もちょっと土日はあのゆっくりさせてもらいますわ。はい、例大祭もいかねえし、はい、はあ、顔にちょっと疲れがねやっぱり出てます。顔もなんかあの美少女になりたい、はい、VTuber に、うん、もうやってもいいんじゃないですか。あ、そろそろヌルポもそうしますか、もうねえ、うん、こんなだってずっとこの絵だもん後ろが猫になるか何かなんかちもくらいしか違わねえんだもんずっとね、合わせて82歳ではちょっとよくないよね。この画像何どうしました何か問題でも、この画像温泉、うん、お風呂屋さん、銭湯でしょうね、きっとね。銭湯、女湯42度あるんですけど、はい、男湯マイナス22度になってます。死んじゃう。いや凍ってるがなお湯凍っとるがな。その下に女湯マイナス2度って書いてあるの、これ多分本当は40度なんでしょうね。ああ多分しっちゃかめっちゃかな全然わかんないこれ、何も合ってないこの機械っていう画像をしか出すしかないから、もう変化がつかないからもう美少女になるしかない。今あの新しいノートパソコン俺セットアップほぼ終わって VTuber の姿で配信もできるんですよ。なるほど。でしかも今スマホを、うん、なんか Wi-Fi を介してノートパソコンとつないでスマホの画面をそのまま Windows 上にミラーリングできるように俺したんです。はい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 、今そういうソフトいっぱいあって、有料のも無料のもいっぱいあるんだけど、3つぐらい試して、あで、あこれならいけるなっていうのにしたんだけど、そうするとスノーで顔を女の子っぽくなんかスノーで加工した状態のをそのまんま Windows に取り込んで右下に出すとかってできるようになったんで、あこれいろいろできんなっていうとこまでやっ
てあるんで、でもうなんかもう配信一人でやるのあれだなみたいになっちゃって、テスト配信しかまだしてないんですけど、ヌルポでなんか VTuber の姿でもいいし、なんかいろいろやってみましょう久々に。そう、前猫になってたりしたでしょ、ここでやってた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 、久々にやりましょう。あれ熊牧場でもね、博士をねニックマにしたりもしましたね。ああそっかそっか、ありましたね、あったね、やってたね。一時期なんかあれでフェイスリグだっけ、うんうんうん、フェイスリグとライブ 2D 使っていろいろやってたね。やってました。最近全然やってないな世の中が VTuber 全盛期、要はまさに大 VTuber 時代になったタイミングでうちら全然やんなくなっちゃったね。なっちゃった、うん、久々に久々にやるか。こんにちは、うん、あこんにちはこんにちは、あメキシコ、メキシコこんにちは。今メキシコは何時なんですか。メキシコ今何時ですかね。夜中、違う、朝、早朝、朝10時とか16時間ぐらい違うじゃないですか。うん、眠くなってきちゃった。ブエナスディアスね、眠くなりますね。この音楽、この BGM が音楽じゃねえなこれBGM が今流れてるやつがすごい癒しなんですよ。獅子おどしですから、うん、これ入眠 BGM に使えますよこれ。獅子おどしを聞いて眠くならないのは獅子だけですよ、はい、えあ脅されちゃうから、脅されてるから、あ撲殺するぞっつって獅子おどし終わろう、はい、CM の後はエンディングです。最強の12組による最強のチルパコンビが登場。誰も聞いたことのない最強に高まるチルパの決定版、みんなのパーフェクトチルパ天国、チルノのパーフェクト算数教室カバーアルバム12トラック収録、2019年10月6日第6回白麗神社秋季例大祭にて販布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。サイドチェスト、エンディングです、はい、エンディングです、エンディングです、エンディングです。おおじゃないそういえば、はい、サムネ作ってるんですよこれ。はいはいはい、これ毎回このヌルポ放送局の上のなんか一行、はい、毎回違うんですよ。違いますよね。誰か見てますこれ。俺は見てますけど。あそうですか全く意味ないですけどね。支離滅裂なことを書いてますけど。これ先週787回、先週、はい、ボーイング787の回だったから、はい、それを受けてボーイングって書いてあるんだろうなと思ってました。ボーインググ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 グ最後に言ったらなんかタイピングミスしてますけど、ね、今っぽくていいんじゃないですか。788はボーイング787型のダッシュ800っていう機種の略称で788っていうんですよ。なのでこれなんです。あそうなの、はい、え788もあるの、ね、あります。あ全然知らなかった。787の、うん、なんで一周ずれてボーイングの話なのかなとは思ってたけど。789もあります。あるの。あります。マジか、全然知らなかった787MAX ってやつもいますけどね。でも 787MAX の話はしないであげてください、絶対にしないであげてください、ボーイング潰れそうですからね。あさてと、若干しんみりした、しんみりしちゃった、あプレゼントコーナー、はい、これやってないと、洞爺湖行ってきましたので、そのお土産を、あ閉じちゃった、あたふたあたふた、これ後にします。お知らせです、はい、太鼓の達人アプリ版太鼓の達人プラス新曲取り放題にて、天才違う元祖天才チルノちゃんの配信が10月1日から始まってます、はい、こちらアプリ利用している方は遊べます。もともとマリサは大変なものを盗んできましたとチルノのパーフェクト算数教室も入っていたんですけど、追加で元祖天才チルノちゃん人は見た目が 100%、はい、
人は中身が 100% 入りました。まあ、チルノちゃんが言うんだから別にいいのかなと思ったんですけどね、見た目が 100% でも逆だろっつ。これちょっとツイッターで、さっきツイートしたんですけど、みこさんが言ってたんで、人は見た目が 100% だっけな、なんかそんな歌詞があって、うん、歌詞があって、歌では人は中身が 100% つってるんですけど、本当は最初は俺が最初歌詞書いた時は人は見た目が 100% スーパーダイナマイって書いてあったんですけど、中身が 100% にちょっとね変えたんだよね、さすがに完成版では。そうそうそう、うん、っていうね裏話をねありましたけど、これスマホで皆さん遊んでください。はい、ぜひ。続いて、できましたのでヌルポプレゼントコーナーです。洞爺湖お土産、この写真に写っているお酒とスープカレーとカリカリマダールと若さいもの空箱、こちらをですね1名様にプレゼントしますが、はい、投稿3通いただいてます。これかなり当選確率高いですね。3通世の中いろんなプレゼント応募とか100万円くれるやつとかいろいろありますけど 33% ですよなかなかですね。はい、静岡県もやしコーヒーさん、ありがとうございます。メッセージ内容芋、シンプル。はい、小前さん、キーワード芋。福岡県イチャンピオンさん、働くって素敵、きっと流した汗は美しい、たくさんの夢があれば苦労なんて何のその芋あんずちゃんのだ、あんずちゃんのやつ待ってましたこれ俺芋って聞いた時これしか思い浮かばなくてさ。ですよね、その話先週俺言いそびれたけど、これ来ましたね。働きたくないですね、縦読みで働きたくないになるやつ、うん、でも2文字目をね縦読みするとクッコロみたいになってますよ。あ、そうなの、うん、クックロンボになってます惜しい、クックロンボ。これ2つの文字目がクッコロになってたらもう100点でしたねそれ難しいな要求水準が高いこれどうやって当てましょうか。いつものあれですか、番号つけて3でモッドしますか。モッドって iPhone でできんの、できんのかな、どうやってやるんだろう。Google でモッドしますか。そうだね、それ賢いねGoogle Chrome で iPhone のデフォルトの電卓機能にそれを求めるのはちょっと酷だったね。じゃあ大きい数字を言っていただきますか。じゃあ2020にしますか。2020モッド3。あ、で番号つけました。で01にしましょう。はいはい、もやしコーヒーさんが0、チャンピオンさんが1、はい、お前さんが2、はい、ドン。2020モッド3するとですね、楽天市場が出てきましたねモッド3っていうなんか通販のヘルメットヘルメットあるみたいです。おめでとうございます。おめでとうございます。でででで違う違う1だ、そこに1だそうです。右に出てましたああ1だそうです。1、はい、チャンピオンさん、あ、いいチャンピオンさん、おめでとうございます。でででででよし、お酒飲んでください。はい、お酒もありますので、あと若さいもの空箱を見てどんな味なんだろうなって想像してください賞味期限の関係でね申し訳ないんですが、もう食べちゃいました。中身は、はい、じゃあチャンピオンさんはもう住所が知れてますので送ります住所変わってないければ変わってなければ、はい、いいですけどね、はい、変わってっても知りません変わってたら後でちょっと教えてください、はい、どうにかしてください。続き、告知の続き、10月12日 YouTube イオシスミュージックチャンネルにて死後リストラに会う God Never Knows But You Know Me の You Know Me ボーカル1トラックを公開しました。フルバージョン公開しました。はい、死後リス懐かしいですね。懐かしい。そしてこのイラストすごい可愛いね。よく描けてよく描けてるね。これいいでしょう。いいですね。はい、これ昔出したやつ定外シリーズの最初の CD 出したやつの曲を再録しつつ新曲が1曲入ってた CD、うん、でその新曲のだけこれ、うん、今回公開されてますけど、はい、新曲1曲以外の部分は定外の CD の方でもう公開してあるんで、はい、そっちも合わせて
お聞きください、はい、ということになってます。ちなみにカラオケバージョンは配信 YouTube ヨシスミュージックでは基本的にしてないので、欲しい人はどうにかしてください。カラオケバージョンね。ああ、カラオケバージョンね、うん、はいはいはい、まあ、いいでしょう、はい、続いてカラオケジョイサウンドカラオケ宝生マリンさん楽曲が今日から配信になってます、はい、10月15日から配信になってます。アホイ我ら宝生海賊団星と、幻想郷ホロイズムのボーカル曲全部が配信になっているそうです。血アンカーも入ってるんですよね。キャップでマリンの血アンカーも入ってます。そうそう入ってるんですよ。入ってます。ぜひぜひ。名前がじゃまだよいしょ。あ、そうそう、さっきのはクラウドファンディングさせていただいた CD です。さっきのはシゴリスの CD はそうです。あったあった、はい、ブックレットとかに CD、 あ、小説つけたやつです。ありましたね、はい、よいしょ。そして、あ、これだ、これです。あのイオシス関連の曲だけこう書いてあります。あ、はいはい。あとジョイサウンドさんのところでアーティスト名宝生マリンで検索するとあんまり出てこないんですけど、いくつかの曲が宝生マリンフューチャリングなんとかというアーティスト名になっているので、なんかうまいことをやってください。ああ、幸せうさぎとかもなんかあるよね、うん、そうですそうです、はいはい、続いてマーベラスさんお知らせ。アーケード音楽ゲームワッカにて進捗どうですかが今日から10月15日から配信になってます。はい、やっぱりこう締め切りがいろいろ厳しい時期にこの曲聴きたくなりますよね。秋イベ重なってますから。FGO のイベントとかね。ああ、イベント今やってますよね。ありますからね。あ、ヘルプミーエイリンとか普通のやつだね。ああ、ヘルプミーエイリンラブって書いてあるね。ラブ？ジャケットに。あれ？ジャケットはなんか。違うのかな。これヘルプミーエイリンの最近、比較的最近作った CD のジャケなんじゃないですか。これそういうことかな。うん。輪っか、ゲーセンで遊んでください。よ。先週言いましたっけこれ。ダンカグ言ってないか。ああ。東方弾幕神楽という東方プロジェクト公認スマホ向けリズムゲーム、2021年リリース予定。はいはい、こちらのゲーム音ゲーですよね。そうです、確かそうです、はい、そうだそうだそうだ、土曜日に発表になったんだ、うん、これなんかはちゃめちゃな、はい、先週も言いましたけどはちゃめちゃななんか生放送やってましたね。はいはいはい。急にどうして横浜スタジアムでどうしてどうして東宝25周年でやってましたね。やってましたね。その中で発表になってました。はい、こちらでチルパが入ることになってます。はい、これ算数教室のチルノの絵描いてくれたんですね、うん、イラストコアさん。コアさん、かわいい、すごいな。チルノに赤い眼鏡かけてるのはチルノのパーフェクト算数教室の MV のチルノなんですよね。はい、食べたい。え？いっぱい曲が入るらしいですよね、詳しくは東方弾幕神楽のページをご覧ください。2021年か、続いて再び太鼓です。第7回白麗神社秋季例大祭にパンナムさんの太鼓の達人が出展決定して、10月にアーケード版に収録される幹部で止まってすぐ溶ける狂気のうどんゲイン、こちらが先行で試遊できるということだそうです。はい、懐かしいですね。ね、右下のジャケとかがすげえ懐かしい。ちゃんと政府の方になってる。政府の方のジャケットデータを投げました。はい、両方に入ってるんですけどね。両方って何ですか。何が政府なんですか。何がアウトだったんですか。入れないであげて。これ私試作で作った曲です。懐かしい懐かしい。遊んでください。太鼓の達人アーケード版です。まだ入ってなかったんだね。まあそんなにいっぱい入ってないですからね、太鼓はね、うん、うん。続いて白麗神社秋季例大祭10月18日日曜日です。
こちらイオシスう 01AB どうやって覚えたらいいですかね。ううう、おいエビやっぱりエビだおい小池みたいな感じで言ったけどおいエビおいエビなんか犯罪を犯したんですねエビが壁なんですねきっとね。どうなんですか、壁じゃないのかな、見てないけど俺行かないからチェックしてない、うん、まあ壁かお誕生石かまあ大体そういう感じの、はい、とこだと思いますけど、はい、ウリコボイドユウノヨシミイオシスの愉快な仲間たち、はい、なんで愉快な仲間たちっていうぼかした感じになってるかというと本当に来るのかなっていう人だからですね。あ、察しがつきました、確実にいるのはボイドさんとユウノヨシミさんです、はいはい、ただ挨拶回りとかで出かけている可能性があるので、ね、うん、いないかもしれません。常にいるとは言ってない、はい、うん、結構ね、もう、うん、そう今回はねだから神父的なものはねブースご来場の方に、はい、ロキノン東宝スペシャルデータポストカードを差し上げます、はい、あとお買い上げの方に先着でおまけグッズを差し上げます、はい、まあロキノン東宝のこれ新曲がダウンロードできますんでこれがまあ神父的な感じなんですけど、うん、CD とかの神父はないのでね、うん、まあまあ、来られる方は万全にはい、コロナ対策をしてマスクして来てください。一般入場の方はいつもと入場方法が全然違いますので必ず確認してください。入場料、ライブポケットで入場料入場チケットを購入し指定の時間に行って並んでリストバンドと交換して入場で入れ替え制なので第1回か第2回かどっちかにしか行けないのかな。はいはいはい、うん、ちょっとね大変なんで確認してください。まああと体調悪かったりしたら本当無理しないでください。はい、無理にね熱あるのに頑張ってきましたとかっていうのはちょっとね、うん、ちょっと しんどいなんか目録ってやつがあるらしいです。 PDF かな、はい、紙のカタログはないはず。はい、はい、お品書きですけども搬入タイトルだいぶ絞っております。今年の春の神父3種類、はい、東方狛犬課長と東方メガミックスすごい曲エディションと東方ブートレックス3その他、はい、最近のアルバムをメインに持っていきます。 T シャツ4種類 M サイズのみ1000円特売もございます。はい、今噂の人が来ますよ。噂の人が来ますよ。噂の人、11月8日7日初老またこの人来るらしいですよ。なんかおじさん4人とこの人来るとなんかね雰囲気が全然違うの。1人入るだけで違うって感じ。そう、詳しくは博士のツイッターかなんかご覧ください。で、ロキノン東宝スペシャルデータポストカード、おうわ、すでにイオシスショップで10月9日からお求めいただいている方には、発送しているほか、コールームでも配布しました。例大祭と M3 でも配布します。このロキノン東宝スペシャルデータポストカードをゲットするとどうなるんですか。うおーってなります。え、うおーうおー、曲が聴けますよ。どんな曲が、ロキノン東宝って CD に入ってそうな曲が聴けますでしょうね。まだ入ってないんであ、そうか、入りそうな曲、入りそうな曲が、おぼいさん、はい、です。うおってなります。1曲、1曲、はい、新曲ですね。新曲、この新曲ね、お先に聴かせてもらったんですけどめちゃくちゃいいです。マジで、めちゃくちゃいい曲です。マジで、わざわざ撮ってましたもんね。わざわざレックレックしてました。レックしましたもんね。しましたしました、うん、コールームですでに配られてるはずですよね。そうですそうです。何にも一切どこにも反応がなくて、あすげえ寂しいんですけど。それはひょっとしてあのわーなんとかってやつが配り忘れたとかそういうことじゃねえか。それ可能性あるなって すごいあるなって思って実は1枚も配布されていない。ちょっと寂しいです
聞いた方がいたら、聞いた方は今ユーノさんしか知らないもん聞いた人聞いた方はツイッターで、ツイッターでなんか言ってください。ツイッターでもなんかハッシュタグとかつけたらいいの？僕にリプでも何でもいいですけど、なんて言ったらいいかを、僕ら自分たちでもなんて言ったら、これなんて言ったらいいのか分かんねえなって思ってる節があるんで、聞いてくれた方もこれなんて言ったらいいんだろうって思ってると思うんですけど、ロキノン東方新曲、ロキノン東方新曲とかで、じゃあロキノン、シャープロキノン東方がハッシュタグ確かあるはずなんで、それをつけて、じゃあ新曲良かったとか言ってくれるとすごく嬉しいです。そうだね、というおまけももらえる即売会例大祭、今週末日曜日あります。ボーイさんもいます。イエイ。なんか抱負ありますか？抱負風邪ひかないように頑張ります。お願いします。元気で、元気で、お達者で。あと2日で思いっきり風邪ひいてあげるっていう手もありますよね。そう、くっそ寒いから今風邪ひきそうだよね。若干なんか大変そうだなって思う、なんか気が重くなってきました。あ、そう抱負、気が重くなってきました。あ、そう、じゃあ抱負なくていいルールいっぱいあるから大変そうだなって思う。そうだね、来る人もサークル参加案内よく読んでいて、読まなきゃいけないの。ヨロリンコ1日で僕1000文字までしか読めないんで。ああ、そうなんだ相当少ないサークル参加でツイッターとかやったらもまずいです。140文字ぐらい1人で使う。ツイッターシャッシャッシャッって3社で終わりじゃん。3社あのあれが読めるか、サークル案内読めるかどうか分かんない。読めないよ絶対、1000文字じゃ聞かないよそうか、1000文字までだったか。1日1000文字まで、リソースが、脳のリソースが1000文字まで。相当少ないな、赤ちゃん並みでしょそうです、はい、周期例大祭今週末やるぞ。よし、今気合入れていかないとね。そうだね、寝ちゃうから。以上です。以上です。あとあれです、最近の話としては10月14日に東方キャノンボールサービスが終了になりまして、1年ちょっとのプレイでしたが、ゲーム運営でしたが、皆さんありがとうございました。プレイしていただき、ボイさんのために画像を用意しました。お、ちんちん。お、ちんちん。あ、小林製薬みたいな。あ、小林製薬。お、ちんちん。はあ、よし、スタジオからは以上です。はい、良いですか、終わりますか。こんなもんですかね。こんなもんでしょう、終わりましょう。あ、そうそう、さっきも言いましたけど、ボイドさんも来てくれたから、あの元祖天才チルノちゃん、はい、元祖天才チルノちゃん、太鼓の達人プラス、スマホ版の方で配信されてます。スマホ版の方です。入りました、入りました言わされてる全部あの繰り返しっていう、千葉吉兆じゃん遊んでね、おばあさんの役でしょ10秒お辞儀終わろう終わろう、はい、終わりましょう。2020年10月16日ポッドキャスト配信第788回イオシスヌルポ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也と、俺はお送りしてないゆうのよしみ、辞退したでしたポイドさんは辞退しましたまた来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。ゲームしますか。ゲームいきましょう。収録おつありです、おつありです。ラジオ記事ありがとうございます、チャンピオンさん、あざます。豚さん、あそこにキャノンボールが2つありますね、これこれガチャの時のあの対応ですか
ネオ・アームストロング・ホーズ。そういうことだったんだ。へえ。終わったからって言ってもう終わったからと言って終わったからと言ってもう自由にもうだってモヤゾウさんの最後の漫画で漫画、ね、キャノンボールって何だったの、え結局あれって金太って隠されて金玉っていうのを隠してましたけどね。モヤゾウさんのあのモヤゾウさんのあの漫画まとまってなんか例大祭で販布されるって、ね、同人誌で、ね、俺普通にあれ普通に欲しい、うん、買ってこようかなと思って。ブタさんとのやり取りが、はい、ねっとりと書かれてるんでしょうね。そうそうそう、うん、書き下ろしみたいのあるらしいんで、あれはちょっと例大祭会場でゲットしていきたい。モヤゾウさんとは会ったことがないのでご挨拶できるか分かりませんが、うん、まずこっそり並んで買ってから。それは私のキャノンボールだ全く合ってる今日ゲームはフラットヒーローズっていう、はい、こうなんでしょう、難しくないやつ、はい、アクションゲームご用意してます、はい、ゲーム屋さんじゃないですか。そうではないゲーム屋さんではないやりますか。やりましょう。じゃあ準備して何分か後に、はい、同じチャンネルで、はい、やります。チャンネルはそのまま。チャンネルはそのまま。数分後にゲーム始まります。よろしやす。一旦終わります。はい。